おう。久々にちょっとですね、お出かけしてますけどね、ここね、実はですね、マジックショップです。マジックショップです。で、池袋にあるですね、パノラマジックというところなんですけど、まあ、あのプロの人からですね、一般の方まで買える、ところです。さらにですね、珍しいんですけど、あのディーラーさんがちゃんといて、マジックの解説もしてくれるというね、良心的なところでございまして、そのディーラーさんがですね、僕がですね、マジックを始めた頃にですね、ですね、池袋東部でですね、マジックの実演販売をしてたんですけど、その時の先輩めっちゃ売ってる人だったんですよね。プロフィールに書いてある人でね。そうそうそうプロフィールに書いてある人です。藤巻大輔さんです。ね、で、まあ、こう遊びに来たら、まあ、やっぱりね、使い道がわからないとかっていう人もいるんで、そういう時はですね、このね、藤巻さんに聞いていただければね、マジックをね、見せてくれるの。そうね。はい。ちょっと最新ネタを一つ、ね。最新ネタ。トランプですね。これね。ねはい。ストップ言って、ストップ。ストップ。はい。はい、じゃあ、これね。これよ。はいはいはい。これね。はい。覚えておけ。したら、じゃあ真ん中辺戻して、ちょっと置いて、戻して。あ、戻すの。はい。オッケー。これ忘れないでね。はいはい。はい。で、見えるかな、まで見えてますよ。で、はい。はい、で今日は、今のカードちょっとわからないので、はい、これ使います。全然真っ白ですね。オッケー、真っ白ね。はいはい、このカードをどうするかっていうと、はい、でこんなの持ってきました。お、何か透けてますね。スケ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 好きだもんね。うん、スケスケ好きだよね。スケスケ好きです、ね。俺も大好きなんで、はい、スケスケの中に、はい、この白いカードを入れます。何も書いてなかったですね。オッケー。はい。これ見えるかな。このままいくよ。はい。いい？はい、覚えたカードをちょっとイメージする。はいはいはい。手をかざしてみて。よ。よ。はい、いきます。三。2、1、0、バビューン。おお、現れたね。なんか出てきた。なんかで、クラブの4ポイントが出てきた。はい。そうですね。出ると、ちなみに本物がちゃんと出てきて、クラブを持っても印刷終了で、こちらはもちろん何もない。スケスケっていうね。イェイ。おお。これは売ってますと。あ、売ってます。ワウブランクバージョン。結構限定品の最新版でございまして、通常のワウって持ってる人もちょっと欲しくなるっていうね。そうですね。うんうん、昔からあるやつだけど、ちょっと新しくなってるやつ、ね。そうですね。基本僕がやると、僕がやってる手品は、なんか売ってるので。はい。はい。ね、あ、やってみたいなと思う人は、ぜひよろしく。はい。ぜひぜひ来てみてください。そうですね。はい。はい、面白いですよ。ギャググッズとかもあるんで。ありますよ。なんかね。これちょっと面白いな見つけたんですけど。はい。今何時って。ね、今何時。はい。今っていう時計させる。なんか面白いですよね。ねあとなんかセンスのかけらとかありましたけど、ちょっとこれまた使い道また面白そうですね。そうですね。はい、あとこれサインしてって言って、はいはいはい、またすでにお客さんに、はい、ペン、ね、お客さんは私ちょっと書いて、はい、書けない書けない書けない。あ、捨てって言うと、ああこれでもね、はい、大丈夫ですかとかね。こんなのも売ってます。こんなのも。お前が大丈夫か。そうですね。自分で突っ込んでますけど、はい、まあこんな感じでいっぱい。使い道がよくわからないものがたくさん売ってるんでね、これはもうね、藤巻さんに聞いてみてください。そしたらね、全部実演して、紹介してくれますので、はい、ぜひね、はい、パノラマジック。よろしく、今度はね、はい、もち君もレクチャーをうちでやってもらいますんで、ぜひご参加いただければと思います。ライブとかでやりますので、まずぜひ、パノラマジックのホームページ下に貼っておきますので、見てください。はい、よろしくお願いします。